シャッターのお手入れについて説明します。シャッターが重くなったと感じたらお手入れしてみましょう。お手入れには柔らかい布やスポンジなどを使用し、金属製ブラシ、金べらなどは使用しないでください。洗剤は必ず中性のものを使用してください。シャッターは月日が経つにつれてシャッター各部に砂や塵、汚れなどが付着し、摩耗などによって動きが重くなっていきます。スラット表面についたゴミやホコリ、砂や雨水などを取り除きましょう。汚れを落とす際、汚れがあまりひどくない部分は雑巾で水拭きした後、から拭きしてください。汚れが特にひどい部分は薄めた中性洗剤で汚れを落とし、洗剤が残らないように雑巾でよく水拭きした後、から拭きしてください。窓シャッター下部の水切り部やガイドレール内部に異物などがあると開閉が重くなったり破損する恐れがありますので拭き取ってください。隅の方は歯ブラシや洋服ブラシなどで掃除してください。常に清掃を心がけ、異物などがないようにしてください。